でした。ワイルドホーシーです。よろしくお願いします。今日は、リアルマカロニ非公認ライブということで初めて参加してくれました。坂井さん、ありがとうございます。
スウェイ、3曲目ワイルドホースということで、ご存知の方でした。これ1971年のスティッキーフィンガーズという、こんなジャケットの、上から3曲連続してやらせていただきました。いや、いいじゃん、これ3曲続けてやる夢だったんで、あ、こんな皆さんの前でやれて夢がかなって。どうも、thank you.
の横浜で、活動しておりまして、リアルマッコイズの21台の、23台のすみません失礼しました23台のカラちゃんと佐藤ちゃんで、であとですね今日増田さんにサポートです。よろしくお願いします。ありがとうございます。昨年私はもう銀座のヤマハのところに見に行かせていただいてすごく感動してて素晴らしいなと思ってまさか今日一緒にご一緒できるとも思いませんでしたので、よろしくお願いします。であそうだメンバーを紹介したいと思います。若い順に、23代佐藤ちゃんです。同じく23代のカラちゃん21代の今日のサポート、正田です。そして、何代ですか別の慶応学部の第3代ですよね。たっちゃんです。第1代、初代ですね。中村さんですね。私は年次的に第22代の伊藤と言います。よろしくお願いします。
セットや完璧やりましたね。あの僕ね、今マサ君必死に声で弾いたソロね、あの大学1年の時マサ君と僕とね枕並べながらね、その後歌ってたんですよ。先にやられちゃった。僕も忘れちゃったもんこれ。いやでもかっこよかった。素晴らしい。あのパフォーマンスいいですね。本当全然皆さんあの外見よりももっと全然若く見えます。外見よりかっこいい。